こと。新興団地群からウォーターフロント、そして工場街、問屋街と総武線は働く人の街、通勤者の多い街を貫いて走る、いかにも通勤線らしい通勤線であったと言えます。黄色い電車は千葉を出て、楽しい出会いの稲毛浜、たった人よの船橋、夢を重ねた市川で、通勤電車の憎い憎い夜が来る、恋は亀戸錦糸町、おしゃれな夜、カントリーナイト。